イガロは、ナイジェリア・ラゴス出身のサッカー選手。ポジションは FW、アル・シャバブリアド所属。元ナイジェリア代表、オディオン・イグハロ、オディオン・イグアロとも。2008年から、ウディネーゼ・カルチョや、グラナダ CF、ワトフォード FC といったジャンパオロ・ポッツォが所有する、チーム間で移籍を繰り返していた。2014から15シーズンは、 フットボールリーグチャンピオンシップに所属していたワトフォードで35試合に出場し、20得点を上げる活躍を見せ、チームのプレミアリーグ昇格に貢献した。オフには、中国の河北ナ夏幸福属級クラブから遺跡金1000万ポンド、週給30万ポンドのオファーを受けていたが、断ってワトフォードに残留した。2015から16シーズンもプレミアリーグ第18節が、 終わった時点で17試合に出場し、12ゴールを挙げる活躍を見せる。2015年12月のプレミアリーグ月間、最優秀選手に選出されている。2017年1月31日、長春アタイ族級クラブに移籍した。2019年2月14日、上海緑地新加速級クラブに移籍。2020年1月31日、 マンチェスター・ユナイテッド FC へ2019から20シーズン終了までレンタル移籍することが決まった。その後2021年1月31日まで移籍期間が延長された。2020から21シーズンはエディンソン・カバーニの加入などで出場機会を失い、2021年1月27日付でレンタル契約終了に伴い対談することが発表された。 2021年2月4日、サウジプロフェッショナルリーグのあるシャバブリヤドへ、移籍、2年半の契約を結んだ。2015年5月のウガンダ戦にて、ナイジェリア代表デビューを果たす。ありがとうございます。